はい、最初ちょっとです。本日も一般的な社会に体の秘密や可能性を楽しく紹介したいと思っております。はい、本日はますけども、頭の疲れを改善する下のトレーニングについて紹介させていこうと思っております。頭が疲れるとですね、まあ、判断が鈍ったりとかですね、目の奥が重たくなって視野が狭くなったりとかですね、また首肩が固まってきて、単純に動きが、ね、悪くなったりとか、まあ、すごいデメリットがいっぱいあります。こういった時にですね、改善していただける、または、頭が疲れにくくなるための、今回は下のトレーニングですね、これをね、紹介させていただこうと思っております。前半ご紹介のボードで紹介させていただいて、後半実際にですね、やり方ですね、紹介していこうと思いますので、最後見ていただければと思っております。では始めていきます。はい、頭の疲れを取る下のトレーニングについてですね、まずはやる前にロジックですね。なんで下をトレーニングすると、頭の疲れが取れやすくなるのかということをですね、まず簡単に、覚えていただければと思います。でですね、この下の下ってね、もちろんね、味覚を感じたりとかですね、すごく役に立つんですけども、これ実はですね、この口腔っていうんですかね、口の中を安定させるっていう役割もあります。こうすごくね、舌がうまく使えてる人って、舌がすごくきっちり立ち上がってるんですね。上向きにグッと上がってて、上顎をグッと押さえてるような形。しかもこれを意識せずに無意識になってる人は、かなりいい状態です。ただ、無意識にですね、ちょっと舌が落ち気味な人ですね。上がってても、ちょっと弱い人っていうのはですね、実は頭が疲れやすい傾向があります。で、なんでこんなことが起こるかというとですね、実はこの舌がしっかり安定すると、この口腔ですね、口の中が安定しまして、顎の力がですね、いらなくなるし、すごく力が抜けます。ここが抜けると、いらない力も他に発生しないっていうのが一個のロジックなんですけども、これがですね、舌が使えないと、この顎が不安で、口の中がですね、うまく安定せずにですね、顎が頑張るですね、すごく緊張してきます。ぐーっとですね。で、緊張してくるとですね、ここと、相反するように、拮抗するような感じですね。こことバランス取るように、首の後ろですね。ここがめちゃくちゃ緊張してきます。後頭下筋群とか、または僧帽筋ですね。こういったところがぐーっと緊張してきて、頭の位置が頭蓋骨の後頭部がこっち引っ張られていくんですよね。そうすると頭が前に飛び出していくような感じになって、ちょうどね、よくやるこの頸椎の一番の部分ですね。ここにめちゃくちゃ歪みが出てきます。こうなってくるとですね、この頭のね、こう血流ですね、こう循環がですね、まあそれは完全遮断されたら知りますけども、そんなわけじゃなくてちょっと悪くなるんです。鈍くなるんですね。それだけでも、頭のね、疲れ重たく感じてきたりとか、あとね、目の奥が重たくなってきたりとか、まああとね、肩が上がってきて力んで首が前に出て、動きにくくなったりとかってことが起こってしまうって形なんですよね。で、こうならないようにするには、舌をクッと立ち上げてもらうと、この辺のね、無駄な力みが取れて、頭が後ろに下がって、リラックスできますよっていうのがロジックになってきます。で、この後、舌のトレーニング実際に紹介していくんですけども、一個ポイントがありまして、これですね。舌を使ってもらうときに、人によってですね、ちょっとこう前側を使うと、割とこの立ち上がりがうまくいく人と、後ろ側を意識した方が上がりやすい人と、これ結構タイプがあります。このタイプをですね、合わせてもらうことによって、より下のトレーニングの効率が上がりますので、この後ですね、あなた自身の下、どっち前タイプなのか後ろ側タイプかも、しっかりなチェックしていただければと思っております。はい、じゃあ実際にやっていこうと思います。はい、じゃあ実際にやっていこうと思います。で、今からトレーニング2つ紹介していくんですけども、そちらの合う方を選んでください。で、チェック、合うかどうかの合わせるチェックですね。チェック項目は3点ですね。で、3点。1つ目は、まあ、単純に舌の立ち上がりです。舌が口の中で閉じた時にですね、上顎にこうグッと上がってるかどうかをチェックしてください。調子が悪い時はこれが落ちてきて弱くなったりとか、もっと調子悪くなると上からね、上顎から舌が落ちたりとかしてしまいます。で、チェック項目の2つ目は、頭の位置ですね。頭の位置でね、鏡がないとちょっとわかりにくいんですけども、まあ、鏡あったりとかスマホで自撮りできる人はね、ちょっと自撮りしてもらって、頭の位置が、調子が悪いと、こう崩れてくるのが、こう、いかに後ろに下がってくるかをチェックしてください。で、三つ目のチェック項目は、肩ですね。肩の動かしやすさとかをチェックしておいてください。僧帽筋とかね、緊張すると、舌が使えないと、肩が前に出て、肩が上がって、こう固まって動かしにくくなっていくので、ここがどれだけ動かしやすくなるかをチェックしてください。この3つですね。この3つをですね、今からやるトレーニング2つ紹介するので、より良くなる方を選んでいただければと思います。いきますね。そしたら、トレーニングですね、実際にやります。まず、1つ目はですね、下の先端タイプ、先端動かす練習になります。先端動かすのは、口の中で下の先で、こんな感じで、こう、口の中を先端で探ってください。はい。これはですね、まあ、10秒ぐらい行きましょうかね。10秒ぐらいやったら、OK です。すごくシンプルですね。で、やってました、さっきのチェック項目をやってみてください。まず、口の中で下が上顎に立ち上がったかどうか、言いましたね。で、頭の位置が、どれぐらい後ろに下がったかな、まあ、重心とかも、ね、変わったりとかもするので、まあ、とりあえず後ろに下がったかどうかですね。で、あと肩ですね。肩の動かしやすさが動かしやすくなったかどうか、っていうのをチェックしてみてください。
で、まあ、あとはね、まあ、もちろんですけど、脳疲労計取るんで、目が楽になったりとかね、視野が広くなったりとかも出てくれば、まあ、なおいい形になります。で、いきますね。で、今のが一つ目です。ではですね、もう一個、二つ目のトレーニングを紹介します。二つ目のトレーニングは、舌の奥側を使う練習ですね。舌の奥側は、首と、顎の付け根ですね。こっから舌が生えてますので、この辺に手を置いてもらって、この状態で舌を出す、ベーって出す動きを5回いきます。5、これぐらいですね。5回やってもらったら終わりです。5回やってもらったら、終了で立っていただいて、同じようにチェックします。口の中で、顎に、上顎に舌がどれぐらい上がったかどうか、ですね。で、頭の位置が下がったかどうか、重心が後ろに下がったかどうか、で、肩周りが動かしやすくなったかどうかを、比べてチェックしてみてください。いきましたね。で、やっていただいたら、それの、より楽になった方ですね。あ、なんか、こっちの方が楽に感じる。さ、後ろ下がるとか、肩が柔らかく動くなとか、受信良くなって、肩も首の力も抜けるし、視野も広がるし、すごい楽になるなっていう方を、うまく選んでいただけるとですね、いいかなと思います。で、どっちか分かんなかった人は、正直どっちでも大丈夫です。はい。これなんで分けてるかというと、たまに、すごく合わない人がですよ。たまに、こう、前じゃないとダメな人、後ろじゃないとダメな人みたいな人が、いるんですよね。その人の場合は、結構逆に崩れたりします。こうやって。崩れたりするので、その場合は、ちゃんと適切な方を選んでください。どっちか分かんなくて、どっちもまあまあ良くなるんだったら、両方選んでいただいて、大丈夫ですっていう形になりますので、そこだけね、チェック、外さないようにしてください。で、一番最後は補足ですね。補足として、一応ね、動画ずっと継続で見てもらっている人にはですね、パフォーマンス上げるための方法として、腹圧ボール作りましょうと。まあ、大腰筋とかも必要なんですけども、まずベースとして腹圧のボールを必要ですよって話があるんですけども、この、絶景のトレーニングは、ちょっとですね、腹圧が少し抜け気味になります。っていうのもですね、体全体が緩むんですね。ふわーって緩んでしまってですね、まぁ、ちょっとインナー寄りにはなるんですけど、腹圧自体はですね、少しぼやけます。なので、これだけをですね、ガンガン練習してしまうと、頭は楽だけど、こっから下のバネがちょっと薄くなるってことが起こってしまいます。そうならないようにはですね、いつもやってもらってる腹圧系のトレーニングですね、ハンドルスイッチ系のトレーニングとか、まあ、最近紹介させてもらってる自分の得意な動きの練習しましょうとかいうところですね、その辺をうまく組み合わせてもらうことによって、頭の疲れも取りつつ、パフォーマンスも上げつつっていうことができますので、このバランスね、ちょっと難しいんですけども、ここちゃんと意識してないと、一箇所だけがぐーっと走ってしまうとですね、ちょっとパフォーマンス全体として崩れてしまったりとかしますので、そこだけでちょっと注意しながら、ぜひ取り組んでいただければと思います。はい、ということで、今回は長くお待ちさせていただこうと思っております。ゆるむ生態ですね、ツイッターにしてもやってますので、そちらもチェックフォローよろしくお願いいたします。またですね、オンラインスクールも営業してますので、よりね、体の秘密が知りたいという方は、まだ概要欄貼ってますので、また覗いてみてください。またゆるむ生態、大阪にありますので、ご予約いただきまして、あなたの体の状態を分析して、体の秘密とか楽しさとかね、もっとワクワクしながら上達する方法を紹介してますので、興味のある方は一度ご予約いただければと思っております。はい、ということで、今回はこれで終わりにしておきます。最後までご視聴していただき、ありがとうございました。